鈴木春菜は日本の元フィギュアスケート選手。神奈川県横浜市出身。血液型は A 型。2011年ゴールデンスピン2位。横浜総英中学校、日田英バラ高等学校卒業。2010から11シーズン、初出場となった全日本ジュニア選手権で4位に入り、全日本選手権では14位となった。2011から12シーズンには、 ISU ジュニアグランプリシリーズに参戦し、JGP ブリスベンで6位。2011年ゴールデンスピンでは、アデリナ・ソトニコワに次いで2位入賞。シニアの国際大会で初めて表彰台に立った。2度目の出場となった全日本選手権では、自身最高位となる9位となった。2012年チャレンジカップでは9位となる。 2012から13シーズンは全日本ジュニア選手権で16位。翌年の2013から14シーズンの同選手権では27位と共に全日本選手権への進出は果たせなかった。2014から15シーズン3年ぶりの全日本選手権に出場し18位となる。2015から16シーズン 第84回全日本フィギュアスケート選手権では21位に終わり2016年1月の国民体育大会をもって競技から引退した。柔道整復師になるため専門学校に進学した。2002年10月21日にテレビ朝日系列で放送されたバラエティ番組内村プロデューススピードスケートで勝利するをプロデュースに出演。ありがとうございます。